長い方の阿部百切りできるかな。さあ2ホール目、はい、このホールの攻略をお願いします。このホールロングホールになります、うん、なんか左がちょっと下に崖みたいに落ちてそうに見えるのでティーショットはフェアウェイに置いて次いいとこから打ちたいなって感じですね。ちょっと斜面が左に斜めってるじゃないですか、はい、やっぱちょっと右目に打った方がこうランが出た時に真ん中に来るのかなっていう感じですか、うん、確かにそうですね。まあそういう傾斜に見えるのでちょっと右サイド確かに左はダメなので絶対右ラフでもいいかなって感じで打っていけたら広く感じるんじゃないですかね。わかりました、はい、では打ってみたいと思います、はい、ワンナップのかなちゃんから。またここ距離長いんですよ。そうなんですね、543ヤードメンズですナイス。わあいいとこで左にキックしていい感じですね。ナイスー、ありがとうございます。そうだね、右を広く使うんだったら、はい、ちょっと左見えに立った方がいいよね。はい、いいと思います。いきます。わー、左行っちゃったよ、かなちゃん。どうだろう、どうなってます？セーフ？打てる？いや待って、打ちなし。ここで使いたい。行くか。よし、行きますか。あれ？あ、でもまあ、あ、いいとこ悪くない？これ何？あ、まあまあ、まだ戦える、まだ戦える。いいとこにドロップできれば全然。でもさ、木が。確かに。どうかな。これどうやって出せばいいんですか、ルール的に。ルール的にはこれ左になっちゃうんですけど、うん、かなちゃんルールはねえねえかなちゃんルールだとどっちに出していいの。右こっちにしますか。いいの。はい、いいですよ。投げちゃうよ。いいの。じゃあかなちゃんルールでかなちゃんが置いて私が置いていいですか。だっていいとこ行きましょうよ。優しい。好き、かなちゃん。どうします、ラフ。もうお任せします。じゃあここが打ちやすいですね。行き過ぎじゃない、逆に。ラフにしときますか、一応。そうだね、なんか視聴者の方にも怒られちゃいそうだから、はい、こうやったら打ちやすいんですか。ありがとうございます。木に当てちゃうとやっぱこれはすごい夏の木だし葉っぱがいっぱいついてるんで絶対距離飛ばなくなっちゃうので、はい、木だけは当てないでいきたいですね。右抜けたけどいいでしょう、うん、ナイス。次打ちやすいはず、はい、オッケー、ナイス。よし、スプーンください。かなちゃんのおかげで、はい、そうですね、これは距離が飛ばしていきたいんですけどまだまだあるので、でもつま先上がりなので結構短く持って打ちたいなって思います。はい、ありがとうございます。うわ、めっちゃ近く。ツーオンしちゃいそうじゃん。え、ツーオン狙ってたの、もしかして。いや、もう行けるとこまで飛べって感じです。男か。男か、すごい。プロってすげえな。もうなんか見た目でもすごいいっぱいあったんで、もうスプーンでとりあえず飛べって感じです。3番アウトで
結構なつま先上がりでしたよね、はい、なんでもうほんとグリップもこの文字ぐらいのところを握っ、うん、まで短く握って普通に打ちました。普通ができないのでもやっぱりこうつま先上がりの時に気をつけるのってやっぱアウトから来るともう終わりじゃないですか、うん、そうですね、やっぱ傾斜に沿って振る感じをイメージして、うん、はい、打ちました。はい、わかりました。135ピン奥、はい、135、もう上りでもうちょっと見てもいいかもしれないです。7番アイアンください。大きいかな。あ、でも風もフォローっぽいですね。8番にします。風もフォローっぽい。ね、これもう一回7番やんで打ちたいな。乗った乗ってないでしょ。乗せたいよね。7番やで乗せたい。じゃああれ打ち直し、打ち直し券使います。乗れ、行け。おお、よし、3オン来たぞ。やったナイスです。やった、打ち直ししてよかったでしょうまい使い方が。よしよしやったじゃあ60ヤード58度で打ちます。はい、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。アーディーチャンス、はい、ワンピンぐらいじゃないですか、うん、なんか横で良さそうですね、距離感も。そうですね、これは入れなこれむず、わかんないわかんない、見ても。左から右に下りですね。入れ、うわー、惜しい惜しい。なんか最後ヨロヨロしたねお先です。はい、あー悔しい、パーです。あー悔しい。ナナちゃんのバーディーパット。ナイスバーディーさすが、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。まだハイタッチができないのが悔しい花ちゃんナイスバーディー、ありがとうございます。いかがでしたかこのホール。やはりパーでもう終わってたので入れたら勝てると思ってしっかり入れたいのが入ってよかったです。え、待って、じゃあ私のパットを見て熱が、はい、プレッシャーになりました。うわ嬉しい、その一言で私今日帰っていいいや本当にナイスバーディー、ありがとうございます。悔しいです。でこのホールで2ナップとかですね、はい、でまだあと7ホール、まだわかんないよ皆さん、来週もちゃんと見てくださいまだわかんないから、はい、どうしたら勝てますかね私。どうしたら、でも徐々に良くなってきてると思うんで、うん、まあ、次のホールどうなのかわかんないですけど、うん、でもまだまだチャンスはいっぱいあると思います。優しいんだよな、かなちゃん笑顔も素敵だしな。よし、おじさん頑張る、おじさんじゃない、おじさんじゃない